ハッリ・ヘルマに、フォルケリは、フィンランドの政治家。国民連合党に所属し、同国首相、国連総会議長、国際連合コソボ暫定行政ミッション代表を、歴任した。1978年から1997年まで、フィンランド銀行取締役会員を務め、1982年と1988年には、大統領候補となった。 その傍ら1970年から1978年まで国会議員で1971年から1979年までは所属する国民連合党の議長を務めた。1991年7月1日には世界で初めて GSM で電話をかけた。この歴史的な通話はノキア製の電話を使い周波数 900MHz で行われた。 2000年から2001年までは国連総会議長を務め北アイルランド問題のベルハスト合入履行に建設的な役割を果たした。1998年に当時のマルティア・ハティサーリ大統領から国家の最高称号である国家顧問のタイトルを授かった。また、イギリスのエリザベス2世からは北アイルランド問題への貢献により、 大英帝国勲章二等勲章師の国が送られた。2011年8月7日、74歳で死去した。ありがとうございます。